はいおはようございます。はいおはようございます。ウリアジェンダです。おはようございます。おはさん今日はですねあのちょっと真理に迫るテーマを持ってきまして。今日なんかヤモトとかやったら元気なんだよ皆さん。助けてください。<笑><笑>あの今日ちょっと。うん。言できた気分だ。<笑><笑>あの再死が今早朝なんですけどもういないんで家の中が、はい、あの誰も起こさなく。 起こすというリスクに、こう、なんていうか、悩む必要がないんで、元気よくやってます。うんうん、いつもの私ですね。いや、はい、元気でますよ、はい、この人。はい。で、今日のテーマなんですけど。はい、ああ、はきはき進めますね。どうぞ。はい、はい。いくよ <laughs> スクワ。スクワットの深さは人間性の深さ。はい、っていう<ん>あの<然> <laughs> あの、え、これ、常識じゃん。広辞縁にも載ってるじゃん。うんやもじ縁 うん、やもじえに乗ってるじゃん。はい。これ、ご存知ですよね、当然。いや、初めて聞きました。あ、初めて聞きました。スクワットって何ですかあ、そっから行くスクワットっていう、あの、重たいバーベルをですね、肩で。スクワットはいい、スクワットはいい、スクワットはいいです、スクワットはいいです。うん、しゃがみ込むんですけど。スクワットってやったことあります ああそうですね。パーソナルジムに通っているときに、まあ、やったし、うん、まあなるべくこう深く、あの、まあ、く、うん、ま、かがむのが良いとは聞いたことがあるけど、うん。うん。それと人間性は関係ないと思ってるんですけど。はいはい。え、ヒカルさんがスクワットやるときって、どのぐらいのセットを組んで、どのぐらいの追い込み方するんですか、うん、あ僕は別に自分一人だったらスクワットはやらないですね。あ、まあ、基本はやらない。基本はやらない。 で、うんうん、パーソナルトレーニングとかでや、うん、やらされる。やらされる。やらされるスクワットの時はどのぐらいの追い込み方するんですか小鹿になる。ああ、足ですか。でも僕足そもそもそんな強くないんで、うんうん、終わったら小鹿にはなってますよ。うん、ああ、素晴らしい。えっとね、スクワットってそもそも小鹿になるためのメニューなんですよ。 できれば人間みんな小鹿になりたいもんね。<laughs> そうそう終わった後にバンビになってなかったらそれスクワットやったことには入らないんで一からやり直しなんですよ。はい、っていうのが、はい、まあ基本的なルールじゃないですか自然の設備。はい。うんえー、でかつその、まあ、スクワットで最大の効果を得ようと思ったら何シャカシャカシャカってこう膝ちょっと曲げましたみたいな。 なんかそういうスクワットやってる人ってジムに結構たくさんいるんですよ。見たことありませんこう、シャカシャカやって。ちょっと黙るのやめてもらっていい <laughs> 黙ろうとするのやめてもらっていいでもあれだと。相槌打つのもめんどくさいし、<laughs> なんかやたら勢いがあるからもう相槌がこう、かぶるし、もうほっとこうかなと思って <laughs>。ミュートにしてた、今。<laughs> 続けてどうぞ <laughs> 2人で話してるからミュートにする必要は全然ないからね大丈夫 <laughs> 安心して <laughs> でえー、っとミュートにしただろ今 <laughs> しただろ <laughs> うるせえな,なんだよ <laughs> <laughs> はいえー、っとなんだっけ <laughs> あそうだその深くしゃがまないとその筋電図分析って言ってその人間の筋肉にどのぐらい負荷がかかってるかをその筋電図ってものを使って分析する手法があるんですけど スクワットはほとんどこう価値がないっていう風に言われてるんですよね。だからしっかり可動域って言って下までしゃがみ込んで、うん、えスクワットするのが重要ですと。で、それをやるとどうなるかっていうと、まあ、本当にえっと重りをね、えー、ギリギリまでつけると、マジでこう、息はこうめちゃくちゃ上がるし、えー、なんだろう、こう足はぴよぴよになるし、ものすごい辛いんですよ。できることなら、あらゆるトレーニングがスクワットはやりたくないんですよ。 いい、うん、いたくないし追い込みたくななし追込みんですよでもそれを自分の意思の力で追い込むっていうのが、まあ、その足を発達させたりいい形にシェイプしていく上ではめちゃくちゃ重要でがゆえにその辛いことに対して自分の意思で取り組み狙ったアウトカムを得るっていう、えー、訓練なんですよね。これつまり人間性の強化であるっていうのがおそらくこの本,本というか本があるんですけど。 <laughs> の主張だと思ってて読んでないんですけど僕痛く感銘を受けたんですよねこのタイトルに。ということであの今日はちょっとトピックとして挙げさせていただいたっていうそんな流れでございます。あちょっとその「はいはい分かりました終わりです」みたいなやめてもらっていいですか <laughs>。いやあれですよ合図知がなくても喋り続けられる長さも人間の深さですよ <laughs>。おそれ結構面白いね。 合図じゃなくても。いや、俺もこの話、俺が膨らますことはできないから黙ってるけど。うん。あとはえ、あとはまさか終わりじゃないよね。あの、その本があるって言ったんですけど、著者あの、2名の協調で、はい。そそのノイン、ノインという会社の COO の千葉さんなんですけど、千葉さんのタイムライン見るとわかるんですけど、 スクワットのことが8割なんですよ、彼のツイッター。なんであの、ぜひ続きを知りたい人は千葉さんのツイッターを見てもらうのが一番いいかなって思いました。えー、っと、もう終わりかもしれない。<laughs> いや、でもフリーアジェンダってこう話を膨らませて、10分、15分くらいをポンとする番組なんで。うんうん まだ多分4分がしか経ってないっすよ。うん。いやいや、ちょっとヒカラさんも乗ってきてよ。いや、俺、スクワットしないからさ。スクワットしようよ。まあ、じゃあそのうちするかもしんない。うん。よかった。<laughs> 終わったわ。お前、お前責任取れんの <laughs> <laughs> この始末どうつけんのお前。 いや、これ、レコーディングもなかったことにしうるよね。これ、ヤクザだったら、小指、<laughs> か指3本からい行かれてるよ、これ。<laughs> おめえ、めこの始末どうつけんだっつっうん。でもやっぱ、スクワット深い人の動画ってかっこいいよ、ね、いや、でもやっぱりあの、いらっしゃいますよ。うんうん、僕も最近、ジム通ってますけど、自分で。はいはい。あ,あの、転んでスクワットやってる人はみんな深いですね、もう。深い。 なんかシャカシャカしてる人は僕はあんまり見ないですね、逆に。ああ<ー>、確かに。すごい深いですしみ、みんなちゃんと自分のスタイルがあってやってますね。はい、ゴールジム。まあそういうとこも行きますし、うんあ。あの、まあ、なぜ地名を出すのかはよくわからんが。<laughs> うん ゴールドジムはあれなんですよ。その立地によって全く性質が異なるんで、ちょっと一応、うん、ゴールドジムってあることの、そのユニーク性が高いんですよ。うん、でもなんかその、僕、目撃されたくないんでやめてもらっていいですか <laughs> <laughs> や,やめてもらっていいですか <laughs> なんか前、まあ、ヤモティが大会のジムに出没するみたいな話したこともある気がしますけど。はい,はい、はい。その位置を特定するのやめてもらっていいですかもう<こ> <laughs> ちょっとマッチさん<い>ごめんなさい。 P <laughs> 入りますから。はい、そうですね。はいはい、まあ、そうですね。あそこのジムはあの、意識高い人が多いんじゃないですかね。そうですね。まあみんなくる、苦しそうな顔でやってますよ、本当に。母入ってるでしょ。うん。ではい、じゃあ、今日はこう <laughs> <laughs> お前、一人じゃ何もできねえな、お前は。 はいじゃあ皆さん今日はこんなと